どうも紅茶です。今日はは、お荷物が届きました。早速開封していきます。なんかあるぞ。なんだろうこれ。お手紙、ラブレターが入ってる。シルットショップからラブレター。あー、これだ。チャームさんでいうおまけのやつですね。のキルットショップのおまけバージョン。ハロウィン用のポストカード、かわいいですね。でも折られてるのか。折らなくていいのに。はい。たー、かわいい。もうわかる、かわいい。じゃあまずこれから。こちら。大人カピバラサンクッション。2500円。これさー、なんでこれ買ったかというと、お魚さんなんです。うちにぴったりじゃないですか。アクアリウムとカピバラさんのコラボレーション。これは買うしかねえということで。ちょっと高いけど、買いました。で、次、こちら。カピバラさん、テーママグカップナチュラルバージョン。ナチュラルバージョン。よっ、パカッパカッチョ。ほい、かわいい。テーマパークかわいくないですか。このマグカップ、うっすらカピバラさんね、かわいい。これはほい、いきます。じゃん、カピバラさんホラー口かよタンブラーカフェ。なんかコラボしてるっぽいです、この人と。こんな感じ、こんな、ちょっとカラフルなカピバラさん、うん、おしゃれですね。はい、じゃん、またさっきのシリーズ、大人カピバラさん巾着フィッシュ。さっきのやつの巾着バージョン。はいはいはい、カピバラさんシュシュ。ちょっとね、色が薄いんで分かりにくいかも。うん、ちょっと色が薄いんだけど、カピバラさんが、ゴムはまあまあちょっと心配。次はこちら、カピバラさん2018年メモ帳、いやメモ帳じゃない、予定表、スケジュール帳だね。 B5 モデーン。中はまずはちっちゃいカレンダー、細かくいけるやつとカレンダー、スケジュール帳、かわいいですね。うん、グオーズンゴー、食欲の秋ということでしょうか。12月、雪が降ってる。1月、お正月、カピバラさん。2月、お、なんかパン屋カピバラさん。3月は桜なカピバラさん。4月はなんかお尻に、なんだこれ、お尻に何がついてるんだこれ。これ蝶々か。蝶々がついちゃったと。うん、なんか照れてます、クンクン。5月はカフェ、カピバラさんカフェ。6月はてるてる坊主カピバラさん。うん、アジサイカピバラさんです。7月海水浴カピバラさん。8月スイカのカピバラさん。ひまわりのカピバラさん。キュルー。9月はお月見カピバラさん。アルパカに乗ってる。10月ハロウィンカピバラさん。ハロウィン。11月は温泉カピバラさんかな。うん、かわいいです。で、12月。メリークリスマス。メリークリスマス。あ、なんか、えとのやつですね。えととか。最後は、住所書いて。これ、ボールペン挟むやつが入ってますね。裏面は、こんな感じ。いいですね。じゃん。カピバラさん、フラットポーチ。後ろは、こんな感じ。うん、意外と大きいかな。中は、何かがしてて、ここにね、ポケットがついてます。結構入りそうです、かわいい。でも真っ黒になる未来が見える。
カピバラさんワイヤーポーチ。はい、中身はワイヤーだからしっかりしてますね。よっ、ワイヤーだからなんかこうパッてなる。で、中にはポケットがお二つで、ここにカピバラさんって書いてあります。ワイヤーポーチと普通のポーチがあって迷ったんですけど、まあどっちでもいいかなで、次カピバラさん、カレンダー、大きいカレンダー、これも必要だよね。以上9点、12,474円でした。うわー、かわいいかわいい。カピバラさんの iPhone ケースがあってほしいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。